どうもアロハチャンネルです。いろいろとね噂になっていた戦隊シリーズのおもちゃがねついに発表されてますので、そちら共有したいと思います。今回の戦隊シリーズはルパンレンジャーとあとパトレンジャーっていうね、まさかの2つのレンジャー、別々のレンジャーが、まあ、追いかけ合いするのかなっていう、なんかすごい設定なんですよね。ということで今回このおもちゃも VS ビーグルシリーズなんですけど、この2種類があるということで、左側がパトレンジャーが使用するものですね。で、右側がルパンレンジャーが使用するということで、まず左側ね、パトレンジャー、まあ追いかける警察の方かな、を見ていきましょう。こちら VS ビーグルシリーズデラックストリガーマシン1号。こういう車型のやつってほんと可愛いですよね。めちゃくちゃ嬉しい。トリガーを引いて変形。別売りの VS チェンジャーでパトレン1号に変身ということで、変身アイテムになります。ね、こちらで写真見ていくと、これがノーマルモード、そしてこれがアタックモード。うわかっこいい。で、あ、武器にもここにはまってるのかな、はめることができると。で、1号警察チェーンにパトレン1号に変身。この武器にはめて変身するスタイルですね、かっこよさそう。はい、そしてこちらが、2号ですね。2号は緑色、パワータイプっぽいのかな。で、トリガーを引いて変形、こちらもこんな感じですね。これも変身するという感じで、これも可愛いですね。02号。で、これ女性なんですかね、ピンクが可愛いですね。で、3号ですね、こちらが。お、ちょっといびつな形、なんかこうホースっぽい感じ。うわ、ここが光って、これどういう状況なんでしょうかね。この中心が光るって何なんだろう。トリガーを引いて変形ですね。おー、いいね。全高 10.4m、 全幅 12.6m、 結構でかい。はい、これもパトレン3号に変身ということで、パトレンジャー、パトレンね。なるほど。で、こちらですね、怪盗の方。結構ね、なんか怪盗ルパンみたいな感じでね、ルパン系好きな人、こういうの好きなんじゃないかな。このちょっと悪いけど実はいいやつみたいな可能性ありますよね。で、こっちはこんな感じで、おー、ちょっと折りたたみ、アタックモードがこれ、お、ここからビーム出るの、マジか、すげえ。ダイヤルを回して変形、あ、ちょっとギミックが違うんですね。レッドダイヤルファイターということで、おー、これもかっこいいですね。こっちの方がよりね、この変身アイテムが目立つような仕組みになってますね。怪盗チェンジャーってめちゃくちゃかっこいい。これも飛行機ですね、プロペラありの飛行機。これも変形する、ちょっとトランスフォーマーっぽい感じもあって面白いですね。で、ビーグルシリーズイエローダイヤルファイターということで、はい、こんな感じ。このアタックモードも強そう、かっこいいですね。なんかそれぞれに色もそうですし、形も個性がすごくあって、すごい楽しめそう。あとは音声ね、どんな雰囲気なのか気になるところですね。で、なりきりシリーズということで、さっきのね、アイテムを装填するアイテム、ダブル変身銃デラックス VS チェンジャーパトレン1号セットということで、同じこれは変身銃でありながら、ただこれセットなんでね、パトレン1号のものとこっちは怪盗セットルパンレンジャーの方が付いてるということで、セット内容がおそらく違うんですよね。はい、これだけ見るとね、結構大きそうなイメージがありますね。ここら辺発光するのかとても気になります。でもデザイン的にはすごいかっこいいですね。はい、で、ここにも説明がありますね。出撃サウンド、お、出撃サウンドも発動するんだ。走れ走れやって、面白い。これどんな感じなのか。パトレンジャーの方の武器ですよね、パトメガホーということで、これメガホンなんですけど、なんか剣になる棒ですよね。警棒になるっていう感じで、なかなか面白いというか、これ強いのかっていう感じのね、実際劇中どんな感じなのか楽しみですね。そしてこっちやっぱりね、怪盗かっこいいですね。ルパンソードということで、ちょっと、ゴーカイジャー、まああれも海賊だったんですけどね、ゴーカイジャーチックなイメージありますけど、あ、で、マジックハンド、この下のところ、ここが動くんですね。めっちゃ面白い。これも気になるところですね。そしてソフビー、センターヒーローシリーズパトレン1号。あ、こんなフォルムなんだ。めちゃくちゃ警察っぽい、正当な感じ。いいですね。2月上旬発売ですね。これが1号で、緑が2号ですね。で、3号がピンクということで、このキャストも気になるところですよね。で、ルパン戦隊のルパンレッドとか、こっちめっちゃかっこいいですね。ちょっと個人的には今のところ、ルパン戦隊の方が、ルパン戦隊じゃない。怪盗戦隊ルパンレンジャーの方が好きかも。めっちゃかっこいい。やっぱ、ゴーカイジャーチックな雰囲気があるんですよね。なんか、赤、青、そしてイエローということで、赤は両方とも共通してますけど、それぞれ他の色はちょっと別ですね。はい、ということで、こちらがおもちゃウェブで紹介されている、まあ、デラックス玩具とか、ソフビですね。
そして食玩もねかなり充実していくみたいですね。本当に楽しみで、こちら、食玩の、ところで食アイテム続々登場。この人形とかもめっちゃ可愛いですよね。でまず今公開されている商品一覧としては、こちらがハイパーアイテムズということで、ビルドでいうね楽々モデラー的な感じかなと思うんですけど、こういう多分組み立てタイプの感じですね。こう見る限りかなりねクオリティ高そう。これとかめちゃくちゃすごいですよね。で1つ400円、これもいいですね。そしてシールウェハース、わかっこいいわ。パトレンジャーもかっこいいわ。どんな感じのねキャラでどんな感じの戦いとかになっていくのか楽しみ。レジェンドライダーもある。レジェンドライダーじゃない、レジェンド戦隊も出てくるんですね。めっちゃいいじゃないですかこれ。でルパンレジャー VS パトレンジャーチョコということで、これも当たりあるのかな、楽しみ。これも楽しみにしたいですね。ルパンレンジャー VS パトレンジャーのマスコット、これ欲しい。今これ見る限りなんか2種類しかないのかな、まだ公開されてないだけなのか。これも可愛いですね。はい、そしてこれはこれもめっちゃ欲しいな、リトル、SGVS ビーグルリトルということで、これ子供楽しいでしょって感じですね。いやいやいや可愛い、いいですね。ちょっとチョロQチックなところもあって、走るのかな。あ、っていうかこれ食玩か、食玩の VS チェンジャーにセットできる音楽が鳴る。あ、大きさじゃあ結構大きいんだ。普通のデラックス版と同じような大きさなんで、まあ食玩フルボトル的な位置づけか。あ、リトルじゃない、しかもこれライトですしね。すいませんでした。なんだ、めちゃくちゃちっちゃい可愛いタイプのやつだと思いました。で、こちらがルパンレンジャー VS パトレンジャーアソボックスウェハースということで、どういうウェハース？あ、すごいすごい。これ、こういう感じで変形するんですね。テレビくんとかについてそうな付録のような感じですけど、これも面白いですね。結構チーク的にもなるのかも。で、ソフビも登場ということで、これもいいですね。このサイズは嬉しいですよね。ソフビももうすごいいいんですけど、やっぱり小さい子供からするとこれぐらいの方がいいのかな。ただちっちゃい子ってね、ほんと舐めるからね。大きい方がいいのかもしれないですけど。で、食玩今公開されてるのは以上なんですけど、ここ嬉しい情報、まあミニプラはね今のところ最近ずっと公開されてきてるんで、ミニプラあるのがすごい嬉しいですけど、誘導も、フィギュア化決定ということで、本当ね ありがとうございますなんですね。で、キューレンジャーの時に久しぶりにということで、まあ誘導稼働フィギュアが登場したわけですけど、食玩から。で、その時は今のところ3種類だけで、稼働とかも本当素晴らしかったですし、クオリティも素晴らしかったですね。で、一つだけまあよく言われるのが、ちょっと塗装が少ないかなと。まあ体とかね、ほぼほぼシールだったんで、そこら辺まあどういう風に改善されてくるのかっていうのをちょっと楽しみにしたいところですね。はい、ということで、ルパンレンジャー、パトレンジャーの情報が公開されてたので共有させていただきました。またね続々情報も出てくると思いますし、本当ね放送開始がすごく楽しみですね。2月だったかな、今回レンジャー同士が戦うっていうね。今年のレンジャー何レンジャーっていうのが2つあるっていう状況がねなかなか面白いですけど、こういういろんなねチャレンジしていく姿勢はすごい面白いなと思いますし、できる限りねおもちゃレビューして一緒に盛り上がっていけたらなと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。コメントもお待ちしております。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。